こんばんは。平井博明です。迷子の方いませんか？いろんな理論がありすぎてですね、何をやったらいいか、もうほんと原点に帰れなくなっちゃったっていう方多いと思うんです。ワンラップゴルフのせいではないと思うんですけども。でも、ワンラップゴルフの動画だけでも2340ぐらいあるよね。だから、一つのチャンネルでそれだけあるんで、まあ迷っちゃったりする方もいらっしゃると思うんですよ。なんで、何をやったらいいかわからない方のために今回動画を撮っていきたいと思います。これを見ていただきますと、良くなるなぁ。いろいろやることがシンプルになってくると思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。平井博明のワンラップゴルフ。そもそも何が言いたいかというと、とりあえず全部忘れてください。やることで、何が一番大切かというと、ボールが飛んでくとき、要はクラブがボールに当たるときが一番重要なんですよ。そのときに、どういう形をしてますかっていう形を、はい、やってみてください。できました？できましたか？平井は、こういう形です。ポイントは、平井は、右膝と右太ももの、この間、この太ももが地面と垂直になる時がインパクトしていいですよっていう合図なんですよ。そんなの見ててもわかんないですよね。自分で振ってるだけじゃ。そう。でも、結果論として、いいインパクトしたインパクト写真とか見ると、この右の太ももがボール当たる時に右地面と垂直になってる。これポイント。このインパクトの形に戻るために、こうやって。こうやって。こうやって。今3回やったけど3回多分重ねてもずれないでしょ。今画像。それぐらい自分の形、インパクトの形が分かってるんです。ちょっとやってみてください。3回できました？重なってます？ちゃんと。そうだ。そのイメージだから。そうだよね。なるべく、やっぱりインパクトの形っていうのを意識して打っていただいた方がいいんです。実際ちょっと打席構えてみようか。これアドレスポジション。アドレスポジションからヘッドを動かさないで、この状態にする。その時に、いろいろ自分で注意するところはあっていいと思うんですけども、とにかく自分がインパクトで当たる時にどういう形をしてるかっていうのを絶対作れた方がいいんです。これが、あれインパクトってどういう形だっけってなっちゃうと、結局戻る場所がないのと一緒なんで、インパクトの形は絶対に意識して形として表せた方がいいです。それめちゃくちゃ重要ですね。俺はこうやってインパクトする。今日というか今年もトロフィーやってる。今トロフィーこうやったんですよ。そう。だから、いろいろやりたい理論があって、迷われちゃったり、あとなんだろう、やってる動きがうまくいかないとか、もう OK です。で、そういう方に、インパクトの形だけを意識して作ってもらう。止まるとき、止まってていいんで、インパクトで。で、そのアドレスからギュッとした時にインパクトの形ができるかどうかですよね。したら自分の理想のインパクトの形ってあるじゃないですか。したらその形に振った時に、こうやって戻る練習。これはボールを打つ、ナイスショットを打つ練習ではなく、このインパクトの形に戻れるか。そう、そういう練習。すごい大事。しっかり戻れてるかどうか。今年もゼロってるなぁ。戻れてるなぁ。こう。めっちゃいい。初打ちです、ちなみに。今日、1月4日、初打ちです。だからそれぐらい、インパクトの形っていうのは、めちゃくちゃ重要です。理論よりも大事ですね。うん。やっぱり理論を入れると、インパクトの形に戻れないっていうのが、まあほとんどなんで、インパクトの形、綺麗な自分の理想のインパクトの形に戻れてから理論を入れます。順序では。だから、先に動きをやっちゃうといいんですけども、インパクトの形に戻れないんだったら、一旦それやめてもらって、まずはインパクトの形に戻る方を優先していただいた方がいいですね。自分のその理想のインパクトの形が分かってるかどうかね。ああ、そうだね。シャフトのしなりが分かってないとしなってないって前言ったじゃない。それでしょうか。そう。理想のインパクトの形がないんだったら、インパクトしてないからね。そうだよね。そう。それが分かってないと。そう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 。そう戻れてるわけないんだよね。戻るものが分かんないです。そうそうなの。そうなの。戻れてる人が分かるから。これ本当。まずそれを知んなきゃね。そうそう、まずね。そうなの、本当に。だから、形うんぬんよりも、まずは形を作ることが大事よね。形として残すことが、ボールを打たなきゃいけないから。だから、インパクトの形をまず知って、自分の。で、そっからその形になるように練習して、それを、じゃあ今度フルスイングにした時にも入れられるかどうか。で、それができたら初めて理論です。それやっていただいた方がいいね。正しいインパクトの形かっていうのはあるの？ある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 。うんとね。平井のあれは、太もものやつがいいんだけど。え、皆さんが、
皆さんが自分のインパクトが分かんないんだったら、こういうのがいいんじゃないっていうか。おすすめ？おすすめ。何通りかやる。まず、一つ目、順番つけちゃえ。こういう人もいれば、こういう人もいるし、こういう人もいれば、こういう人もいるし、こういう人もいるし、まあいろいろだよね。あ、本当一般。そう、野球の方が一般的かな。野球の方が知ってる人数多いでしょ、うん。野球のバッターのインパクトもすごいバラバラっていうか、いろんな形あるじゃない。もうあれと一緒で、自分が一番このボールを強く打てる形でいい。これがこうなってようが何でもいいわ。何でもいい、本気で。それが一番なんだな。そう。これでもいいし、そう、何でもいい。そう、一番飛んでいくんだったら。そういうこと？そう。だから、逆を言えば、これじゃなきゃいけないんでしょうを外した方がいい、頭から。あ、そういうことか。そう。だから、一番強く打てるのは、本当に真上から真下にこうやって下ろすのが一番強いじゃない？うん、そうだ。それに近いものをインパクトで、こう、ぶつけられるかどうかなの。それを横振りにした時に一番強いインパクトを迎えられるのはどういうことかって言ってやるんだけど、それは要はアウトサイドインが一番強いのよ。上から下だから。だけど、こうやってやるでしょ。一番弱いんだよ。一番飛ばないの。飛ばないんだ。そう、でも一番人気。やばいでしょ。これやばいよね。やばい。でも言ってることは飛ばしたいんだから。一番力入んないの。そう、逆でしょ。逆。そう。だから俺はいつもハテナなの。そうだね。逆なのになーって。ってことは飛ばす人たちっていうのは、アウトサイドイン。まあ、アウトサイドインで体が回るから、プレーンになるんだけど。ああ、結果的に。結果的に、そう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 。うでも意識は、こう、上から降りないと、球は飛んでいかないから。こうやってやったら飛ばない。弱いからね。クラブは絶対に下から下にはいけないじゃない？下から来たら上に行くじゃない？これが一番遅いから、ヘッドスピード。これが一番速いから。そりゃそうだ。速いでしょ？そう、だから上から下なの。もう間違いなく、これもゴルフあるあるで逆やってるから。逆そうか。そう。納得だね、それは。そう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 。もう絶対にさ、もうこれだけでも上から下の方が速いじゃん。これ、まあ折れちゃうからやんないけど。でも、下から上って遅いじゃん。遅いね。ね。だから、上から下なの、こうやって。そっか、重力がそうだから。そう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 。クラブの落ちるスピードプラス自分のスピードだし、全自力じゃん、下から上って。ああ。嬉しくなってる。そう。でも、こっちからさ、無力でもこうやって落ちるじゃん。そうだね。そう。それに自分の力を、ほんのちょっと、このリスト加えてあげたら、もう、こうやって早く振れるから。だから、それに、スライスが出ない体の回転を加えて、クラブを少しインサイドから来させて、プレーン上に持ってきたら、そら飛びますよっていう。ここまで言わなくていいね。うん、なんかじゃあ自分の形でいいわ。そう、自分の形でいい。だからどういう飛ばしたい距離のインパクトができる形だったらいいの。例えば7番で130ヤードの方だったら、7番やんで130ヤードのインパクトをこうやって取ってあげる。形をしてあげた方がいい。うん？今？シャンク。初シャンク。だから自分の飛ばしたい分のインパクトの形をした方がいいんだよね。強さだったり、だからそこに形を入れないでほしいっていう感じ。強さ？それはドライバーからパターまでね。パターもさ、1メーターだったら1メーターの強さで本来打つべきじゃない。でもパターって自然と多分それやってんのよ。だけどドライバーとかだと、前も話したけど、1番の飛距離を打たなきゃいけないのに、みんなインフィニティ打つでしょ？ね、だから曲がんのよね。インフィニティウッドだ。そうでしょ。そう、だから、それも、アイアンだと自然とアイアンの番手の距離打ってるじゃない？なんとなく。それが上になればなるほど薄れるじゃない？だから、長いクラブが難しいっていう、いうことになっちゃってんだけどね。難しくしちゃってるだけ。そう、難しくしちゃってんの。長いクラブイコール飛ばさなきゃっていうのもあるのかもしれないね。うん、難しいっていう意識から多分来るもんかもしれないけど。でもそれって、クラブって一応、難易度はね、ほとんど変わんないはずなんだよね、本当は。自分の適正なスペックだったら。一つのスイングで全部当たるようにセッティングした方がいいから。うん、あとは、その距離ごとに持ち替えてるだけってこと？そう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 、まさにそう。100ヤードならこれ、うん、200ヤードならこれ、うん、あって変えてるだけだから。で、その間の距離だったら、その間の距離の力でインパクトをするだけだから、そこにまでは、今この話までは理論はないじゃん。入ってないじゃん。ない。ね。ない、ない。でもそこで入れてる人いっぱいでしょ？ね、そうだね。そのまではないね。ないでしょ？ない。そう。で、そこで初めて風が吹いてきました。ピンが振られてきましたってなって、じゃあ今の一つの球筋ではどうしようもできないから初めて理論を入れるわけでしょ？ここだよね、入れるとこって。そうね。うん、そこのタイミング、入れるタイミングがめっちゃくちゃ早い人はいる。まだでしょって。
俺とかあれだからね、まだコース行ったことないのに全部入れてるからね。やるよねあの、新たにフックグリップ加わった。そう、これだね。これでね、こう覚えたよね。覚えちゃったから、ね、入っちゃった。あと、あれでしょ、シャフトはカウンターバランス使うのね。カウンターバランス。で、とりあえず X。全部 X。もう、そう。いいね、今年もね。今年もね。飛ばしてる。いいな。逆に俺そこまで言うんだったら本気でその登録を育てたいもん。本当に。絶対でも途中でやんなって言ったら。そうそう。つまんない。そう。これ全然打てない。当たりにしてない。なるなる。そうなの。だから、その理論に悩まれてる方は、その理論を入れるタイミングが違ってたり、そもそも理論を一旦忘れていただいて、まず自分のノーマルショットを打つためのインパクトの形を作ること。それは止まってる状態で構わないんで、それはすごく大事なポイント。できればそのインパクトの写真を自分のインパクトの理想の形、こういうインパクトがいいっていうのを撮ってみた方がいいな、写真でね。正面から。止まってるところね。止まってるところ。まあ、後ろと前と。で、これははっきり自分で言います。自慢していい？俺ね、こうやってアドレス取って、前こう、グリップのところに赤い枠つくと思ったじゃん。そこに、アドレスのところに手がこうやって戻る自信がめっちゃくちゃあるの。それが、ショットが曲がらない理由というか。このね、こう構えるでしょ。で、まあ、後ろから取って、ここにこう、サークル作ったら、アドレスからインパクトのところに、手、絶対手が戻ってくるの。うん、それ、ちょっと後ろから撮ってやってみてって感じ。ああ、今撮ってないから、ね、ちなみに。チーン。いいんです、いいんです。そう、そのやり方だけ？そう、アドレスのところで、こうやって撮って、で、この手の位置を、まあ丸するなり、まあ丸できなかったら、背景のあの柱からこれぐらいとかっていろいろやってもらっていいんだけど、そこでアドレスの手の位置にしっかりインパクトが戻ってこれるか。どうか。それもめちゃくちゃ安定感のポイント。それはね、やってあげた方がいい。はい、それ、だから、それもインパクトの形なんでね、理想の。だから、こうはなってないよっていう。そういうこともインパクトの形として大事だから、だから自分のインパクトの理想の形に戻るのは手を上げないとか、そういうのも含まれる。まあまあ、ほとんど正面からの映像でもいいんだけど、そう。だとにかく自分がボールをどういう風に捉えたいかっていうことがすごいポイント。その形を作ることをお勧めします。で、今回はですね、ちょっと理論でいろいろ迷ってしまったり、何をしていいかわからない方にとって参考になる動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。